是要为世人求真佛法，受自父母的宝贵之生命，何以要踏上充满危险的旅途？日本では聖徳太子が活躍していた飛鳥時代、一人の男が中国で産声を上げました。俗名は姓を陳、名を伊と言います。男は13歳で出家し、玄奘の名を与えられます。そして27歳の時、長安の都を後にし、天竺、現在のインドへと旅立ちます。時は西暦629年。私は西方を目指す、そして経典を持ち帰り、人生のさまざまな惑いから人々を解放したい。帰国した玄奘は旅の記録を大塔西行記としてまとめます。そして持ち帰った膨大な経典の翻訳に余生を捧げます。訳した経典は74部、1335巻にも及び、人々は玄奘を徳の高い僧、三蔵法師と呼びました。110もの国を訪れ、17年に至る玄奘の旅は苦難に満ちたものでした。あらわに旅をせず、すなわち昼は寝て夜歩く。もしインド国に至ることができなければ、決して東方には帰ってこない。たとえ途中で死んだとしても悔いはない。玄奘は厳しい旅路を経て、緑あふれる大地にたどり着きます。探し求めていた仏の都、玄奘は旅の記録にこう書き記しました。バーミヤン、そこには金色に輝く仏がある。玄奘三蔵が見た黄金に輝く二体の巨大物。復元によって今明らかになる聖なる都の真実。その天空の谷には驚くべきメッセージが隠されていたのです。玄奘三蔵がバーミヤンを訪れた7世紀。それからいくつもの時代が過ぎ去り、玄奘三蔵の案内で1400年の時を遡る旅に出かけます。
ユーラシア大陸中央に位置するアフガニスタン。その首都カブールから西へ230キロのところに、世界遺産の地バーミヤンがあります。そこはシルクロードの東西南北を結ぶ文明の十字路として栄えた仏教王国でした。標高2500メートルの渓谷。その北側に高さ100メートルを超える大マガイが横たわっています。大マガイにはかつて東西2つの巨大仏がありました。しかし今はうつろな仏眼が残っているのみです。いにしえのバーミヤンに関する文献はほとんど残されていません。7世紀玄奘三蔵がこの地を訪れて記した大塔西域記が最良の記録です。バーミヤン国、その先の王の伽藍の東側には釈迦像がある。その高さは百尺余り。玄奘が釈迦であると書き記した東大仏、その天井にあった壁画は人々の宗教観を知る上で大変重要なものでした。しかしそれも大仏の破壊とともに失われてしまったのです。二輪戦車に乗って天空を駆ける太陽神。マントを羽織り、剣と槍を携えたその後ろには、世界を隅々まで照らすかのような巨大な太陽が輝いている。太陽は不死不滅の象徴だ。翼をつけ、盾をかざした戦いの女神の姿がある。そのいでたちはギリシャのアテネ神にも似ている。松明を持ち太陽神の足元を照らす半人半鳥も見える。たたりが出れば商人や往来する者にも福や徳を求めさせ、良い方向を示してくれる太陽神。なぜ人々は釈迦の頭上に太陽神を描いたのでしょうか。東大仏を望む場所にその謎を解く鍵があります。山肌に掘られた穴はゾロアスター教徒たちが遺骨を埋葬する墓であったといいます。
火をあがめ、太陽を生の象徴と考えるゾロアスター教は、この地で仏教と共存していました。太陽が昇る方角、東に位置する釈迦。人々はその頭上に太陽神を描くことで、不滅の釈迦が何度も自分の前に現れることを望んだのだ。東大仏から西へおよそ800メートル、そこに玄奘を驚かせたもう一つの大仏がありました。大野城の東北の山肌に高さ150尺の立った仏の石像がある。仏は金色に輝き、きらびやかな宝飾を身につけている。玄奘はこの大仏をただ石の像と記しただけで、その名については何も語っていません。背丈55メートルもあり、世界最大と謳われた西大仏。しかしそれも、玄奘が見た西大仏は一体何の仏だったのでしょうか。その謎を解くためには、まず大仏の頭上に描かれた壁画が何であるかを知らなければなりません。しかしそれも大仏の破壊とともに失われてしまったのです。天井には絢爛豪華な壁画がある。そこにはさまざまな菩薩や天人たちの姿が流麗な筆遣いで描き込まれている。京都大学調査隊の隊長を務めた樋口隆康さんが保管する写真に当時の姿を忍びます。それは二度と撮影することができない30年以上も前の貴重な資料です。力強く流れるような線で描かれる特徴的な顔立ち、鉄線描と呼ばれる中国の画法につながるものだ。バーミヤンで多く用いられた作風は日本の壁画にも見られます。シルクロードを経て、はるか日本の仏教美術にまで影響を与えたバーミヤンの壁画。その復元に挑みます。地帯の元となるのは、幾度となく現地調査に参加した名古屋大学教授宮地明さんのスケッチです。しかし作業が進むうちに問題に直面しました。肝心の中心部分は大きく欠落し、空白が広がっていたのです。日本を代表するバーミヤンの研究者
前田耕作さんはこう言います。右膝の部分の台座と天根のですね、端がここに見えているということと、それからおそらくこう座仏の頭上にあったと思われるですね、樹木のですね、残存がここにあるということからですね、ここに一つの座仏がですね、座ったですね、像が存在していたということがわかるんですね。中央には台座に座った仏が描かれていました。そしてその下に壁画の謎を解く鍵があったのです。弓形の楽器で音楽を奏でている天女たち、楽天だ。両脇に天女を従え仏を讃えるために花を散らす飛天の姿もある。死後天上世界に登りたいと願う弥勒上昇の考え方、その経典によれば天女が舞い音楽があふれる世界は弥勒菩薩のいる兜率天である。壁画の大きな空白部分に座っている仏は弥勒菩薩である。玄奘が見た華麗なる浄土の世界、周りの天井壁画に描かれた絵を当てはめ全体の構図を決めます。弥勒菩薩の顔は同じ西大仏壁画にある飾られたブッダと呼ばれる仏を参考にして作画します。飾られたブッダは服装を華やかに着飾った点で弥勒と共通するからです。私は見た西大仏の天井に広がる見事な壁画を。それはまさしく華麗なる浄土の世界だ。そしてその中心には菩薩が鎮座している。手に不老不死の蜜が入った壺を持つ様はまさしく弥勒菩薩である。その膝元に控える楽天、壁画には天女の奏でる音楽と色とりどりの天人たちに見送られ弥勒菩薩が今まさに天上界からこの世に舞い降りんとする瞬間が描かれている。壁画とその下にある大仏は一体のもの。西大仏は壁画の弥勒菩薩が地上に現れた姿だったのです。では弥勒である西大仏はどんな姿、どんな顔をしていたのでしょうか。仏教芸術がバーミヤンで花開くまでの流れを考察し、西の弥勒仏を復元します。全身の形はアフガニスタンで出土した仏像をモデルにします。顔はバーミヤンの仏教美術に大きな影響を与えたガンダーラの仏像を参考にします。西大仏の残っている形状データにその2つを重ね合わせ、欠けている部分を補っていきます。
キャンしたデータをフレームに図面化、弥勒の顔を肉付けしていきます。玄奘の記述によれば、弥勒仏は金色に輝いていました。7世紀に玄奘三蔵が見た巨大仏の姿が今よみがえろうとしています。三千と輝く弥勒仏はまさしく壁画の弥勒菩薩が地上に降り立った姿だ。釈迦の入滅56億7千万年後にこの世に現れ、大衆を救うとされる弥勒仏。その時五穀豊穣は約束され、人間の寿命と身長は伸び、弥勒自身も釈迦より大きな仏になるという。人々はそんなユートピア実現への願いを込めて、東に釈迦を作った後、未来の方向である西に弥勒を拝したのだ。しかし未来を救済するはずの仏を現世に生きる人間たちが破壊してしまった。7世紀、世の人々を平安に導く経典を求め旅した玄奘三蔵。バーミヤンに至るまでの道のりはどんなものだったのでしょうか。東南に向かって大雪山に入る。そこは山の主や妖怪がたたりを欲しいままにし、山賊が目を光らせさまよっている。辺りを見回してもただ自分の影があるだけだ。行くこと600里余りでトハラ国の境を出てバーミヤン国に入る。当時の中国では国外への旅は禁じられていました。しかし玄奘は釈迦の真の教えを知りたいという思いを抑えきれず、禁を犯して密かに国を脱出したのです。遠く天山山脈を越え、現在のウズベキスタンを経てこの地にやってきました。そして最難関の峠に至ります。その道は氷河や砂漠よりはるかに危険である。雲は垂れ込め、雪は飛ぶように降りしきって少しも晴れたことがない。昔詩人僧侶が裁縫の難、造標を我がとして季節千里と言ったのはまさにここのことだ。平和を求め歩いた道、そこには地雷原が広がっていました。
もし世の人々のために真の仏法を求めるのでなければ、父母からもらった大切な体でなぜこんな危険な旅路を行くであろうか。私はなぜ旅をしているのか。私はなぜ生きているのか。標高3000メートル近い大地に突然姿を現した根性の世界。神の湖と呼ばれるバンデ・アミールです。何億年という気の遠くなるような時間をかけて隆起を繰り返した岩肌。乾いた大地にありながら、その水が枯れることはありません。流れは刻々と変わっている。昨日の水と今日の水は同じではない。生成流転。私たちの人生もそんなものではないか。
仏浄土の頃、私はどこでどのような前世を送っていたのだろうか。罪深い私は末法の世になってようやくこの地にやってくることができた。バーミヤン国の東西の範囲は2000里余りで、雪山の中にある巨大な都は谷にまたがり、崖に沿って作られている。北には千丈を超える高い岩山がそびえている。あたかも大自然が要塞となり、外敵の侵入を防いでいるかのようだ。到着した私を王が出迎えてくれる。そして王宮へ招いてくれたので、何日か滞在することにする。5月、バーミヤン渓谷は豊かな緑に覆われています。谷の南にそびえる高井馬場山脈、夏でも万年雪が残る山から豊富な水が流れ出て、バーミヤンを潤す川となります。1400年前、玄奘がこの地を訪れたのは晩秋。目にした風景はもっと荒涼としていたことでしょう。麦はあるが、花や果物は少ない。牧畜に良いようで、羊や馬が多い。しかし、気候は寒く、厳しい。大仏があった間貝の前に、廃墟が見えます。かつての市街地、それは度重なる内戦とタリバンの破壊によって無残な姿と化していました。人々は大仏に見守られながら日々の生活を営んでいました。それはわずか10年前までのことでした。しかし、復興の土音は鳴り響いていました。旧市街から少し離れた場所に新しいバザールが建っていたのです。古くから東西交易の要所といわれたバーミヤン、中国やパキスタン、イランなどからも品物がやってきます。すべてのものがここに集まり、村々へと渡っていくのです。現在バーミヤンにはハザラの人々が住んでいます。
イスラムがこの地を支配してからおよそ1000年もの間、宗教を超えて人々と大仏は共存してきたのです。ここは伽藍が数十箇所もイラカを連ね、数千人の僧侶たちが行き交う聖なる都である。信仰がとても厚く、それには驚いた。私が今まで通り過ぎてきた国々の比ではない。東西大仏の間に点在する750にも及ぶ石窟群。世界は壊れてはその度に新しく作られたという。すべてを燃やしてしまうほどの火災が起こるときには、趣味線までもが灰になってしまうというのに、なぜこの遺跡だけが生き残っているのか。しかし、これらの貴重な壁画も長年の内戦とタリバンの破壊でほとんどが失われてしまいました。それだけではありません。今もなお石窟の付近には地雷が残っているのです。爆発の危険性がある不発弾が見つかりました。住民に注意を促すため赤いペンキを塗ります。1979年、アフガニスタンに侵攻した旧ソ連軍。30年近く経った今もその傷跡が残っているのです。2004年、日本とユネスコの合同調査隊によって石窟からあるものが発見されました。木の皮に書かれた仏典。それは石窟が修行の場として使われていたことを示すものでした。調査が4回目を迎えた2005年、新たな石窟が発見されました。それは大仏がある石窟群からさらに西に6キロのところにありました。7世紀から8世紀のものと考えられる石窟の壁面には、口元に赤が鮮やかに残る仏が描かれています。そしてさらなる発見がありました。あ、これこれかっていうか、ここんこれ、この黄色い線。あ、これ金だな。金でしょ。金箔を細く切って貼り付けた装飾。現在のパキスタン西部ガンダーラで見つかった金貨。そこには金色に輝く仏の姿がありました。
ミロのヴィーナスを思わせるアフガニスタン出土のアフロディーテ像。その額には後に仏像の白毛に発展する円輪が見えます。まあ私がここ数年来て調査している中ではもちろん初めてですね。壁画に残る金箔の発見、それは玄奘が見た大仏に使われていた金の存在を裏付ける証拠となったのです。1400年前のロマンに思いを馳せ、石窟に足を踏み入れます。しかしそこには思いもよらない光景が広がっていました。かつて円形の天井には台座に座った仏が描かれていたはずです。しかしイスラム過激派タリバンの兵士がつけたと思われる靴跡です。地上から40メートルの高さにあるため、外からの侵入を阻んできた石窟があります。今回そこに本格調査が入りました。入り口は崖の中腹です。しかし目指す石窟は遥か上。内部には石窟まで続く急な階段状のトンネルが掘られています。かつてここにはバーミヤンの石窟群の中で3番目に大きな座仏が納められていました。仏の頭上には壁画がある。そして天井への左右には欄干から上半身を乗り出す楽天たちの姿がある。その筆遣いは
躍動感にあふれている。豊満な胸をはだけた踊り子、動きのある自由な仕草で踊っている。その隣では黒っぽい肌の女性が太鼓を打ち、踊りにリズムを合わせている。天井絵の中央に座った仏を讃える天女たちの舞楽団だ。縦に並んだ8体の座仏、中でもひときわ目立つ仏がある。頭に王冠をかぶり、派手な切り込みのある肩掛けを羽織った飾られたブッダである。玄奘が訪れた当時、バーミヤンは王国でした。理想的な王の服装をした飾られたブッダは、王の信仰心の深さを表すためにバーミヤンの壁画に好んで使われたのかもしれません。壁画の裏側には人々が右回りに礼拝する回廊がある。壁には無数の仏の姿が描かれている。人々は正面の座仏に祈りを捧げた後、その体内とみなした回廊を巡り、仏への帰依と信仰を誓う。そして最後に仏から生まれ出る時、待ち受けているのはまさしく天上世界である。石窟の天井にある不自然な切り跡、たくさんの仏が天宮で瞑想する様を描いた線仏画、そこにも痛々しい傷が残っています。仏の形に沿って丸くくり抜かれた壁画、何者かが売るために切り取ったのだといいます。壁画の破片は意外な場所で見つかりました。バーミヤンから遠く離れた日本です。タリバンによってバーミヤンが破壊し尽くされた今、貴重な文化財となった壁画片、密かに石窟から運び出された仏像、
洞窟は紛争や抑圧に苦しめられた村人たちが生きるためにやむを得ず行うこともあるという。私が訪れた7世紀、ここは争い事などない平和の大地であった。しかし今の世はどうだ。争いによって家や財産を奪われた現世の人々だが、私は見た。たくましくも大自然の中で生きるその姿を。大地から掘り出した土でレンガを作る少年がいました。少年は12歳、学校にも行かず親元を離れて一人で暮らしています。400個作って800円、それが1日の稼ぎだといいます。
バーミヤンの人々は遠く離れた見知らぬ国に私のような僧侶がいることにとても驚き、石窟を案内してくれる。訪れた石窟の中で祈り続ける。ひたすら世の人々の平安を願って。そして覚悟を決める。もし仏に出会うことができなければここを去らぬと。十方の仏を礼拝する。姿勢を正し、ひたすら弥勒菩薩を念じていると、ある時、いつの間にか我が身は須弥山を登り、私の周りを満面に笑みをたたえた天人たちが取り巻いている。玄奘を驚かせた荘厳なる仏の世界、その1400年前の石窟をハイビジョンデジタルでよみがえらせたい。しかし手がかりとなるものはほとんど失われてしまいました。バーミヤンに長年関わってきた前田耕作さんは、現存するある石窟に復元のヒントが隠されているといいます。鮮やかに彩られていた円形天井、その下には仏たちの像が収められていました。石窟の中心に立てば四方を取り囲む浮き彫りの飾りが見えます。ここにも仏像が収められていました。縁取りはヘレニズムの流れを汲む唐草文様です。天井一面に開けられた穴は仏の塑像を取り付けるためのものです。その数は1000体もあったといいます。近年の発掘調査でバーミヤンの地中から仏の塑像が発見され、さまざまな石窟の謎が解明されつつあります。人々が修行を行った石窟の壁や天井には立体の仏像が取り付けられていたことが裏付けられたのです。おそらく天井の部分は大きな一体の座仏が据えられて、他の塔の時はそれが絵画の弥勒像というふうになっていたので、ここにも大きな弥勒の塑像があったのではないかと。おそらく仏像は金色の仏像が飾られていたということを想像すると、素晴らしいお堂であったとこういうことが言えると思いますね。入り口を入るとまず出迎えてくれるのが7体の如来像。
上げれば金色に輝く無数の仏たちが青や赤の衣をまとって私を見下ろしている。そしてその中心に三千と輝く弥勒菩薩、茶一色の荒涼とした大地から一歩足を踏み入れればそこは浄土の世界である。石窟は信仰や修行のためだけのものではない。人々は山や谷などの地形をうまく利用して暮らしている。玄奘がこの地を訪れた当時、多くの人が石窟に暮らしていました。現在は遺跡保護のため大磨崖の西側への移住計画が進められています。東大仏の加護を受けるかのようにその足元に寄り添う人々がいました。かつてここには270世帯が住んでいました。しかし、彼らは今や最後の家族になってしまったのです。毎朝5時、お母さんはかまどに火を入れます。水と混ぜて2時間寝かせておいた小麦粉を丁寧に丸めます。毎朝これを繰り返します。人々が主食にする小麦粉のパン、ナン。タリバンの兵士たちは家族から家も財産も奪い取ってしまいました。今は1枚6アフガニ12円のナンを買うことすらできません。午前7時、全員揃って朝食です。
家族は10人、3世代が一つの石窟に暮らしています。今日の朝食は2枚のナンと紅茶。そのメニューが変わることはありません。一家の長は長男のモハマド。家財道具も最小限しかありません。生きていくために火を起こせば、天井の壁画はすすで覆われていく。しかし、誰がそれを責めることができようか。朝食が終わると、長男のモハマドは野に出ます。夏の間は草が茂り、それを取れば燃料として市場で売れるのです。今日もモハマドは朝食の残りのナンをロバの背に縛り付けます。モハマドの兄弟は6人、それぞれが家の仕事を分担しています。三男タキーは羊の世話係。その羊の糞を集めるのは三女アリマの役目です。陰干しした糞は焚き木の代わりになります。家族の現金収入はモハマドが集めてくる燃料の草と子供たちが織る絨毯です。マスマは最近新しい図案に挑戦し始めました。人と違う絵柄の絨毯は高く売れるからです。3人で朝から晩まで織って2ヶ月、日本円でおよそ2000円で売れれば御の字です。マスマは家計の足しになるようにと前の崖で野菜を育てています。
Bierke, einem Radlbusser. Wann wir können da ein da, das wir können um Matapurum, ein Gymnasium und ein Kaffee.釈迦は悟りを開くまで人に言えぬほどの苦労をされた。生まれた直後に母と死に別れ、子に恵まれたが妻子と離れ離れになった。そして出家した後6年もの間苦行の日々を過ごされた。釈迦でさえ思うようには生きられなかったのだから、私たちが苦労するのは自然のことなのだ。玄奘三蔵が17年の旅の後記した大塔祭記記、その中に驚くべき記述があります。私は見た。王の城から東へ 2,3 里のところにある長さ千尺余りの涅槃の画像。玄奘が見た300メートルもある涅槃の画像。釈迦は35歳で煩悩から解放され、悟りを開きブッダとなりました。その死の瞬間を涅槃と言います。300メートルもの大きさの涅槃仏は世界でも類を見ません。本当に玄奘は巨大な涅槃像を見たのでしょうか。日本を代表するバーミヤンの研究者前田耕作さんは、その謎を解く手がかりが石窟にあると言います。壁一面に所狭しと描き込まれた仏たち、それは華麗な曼荼羅の世界にも似ている。天井にも仏たちの姿が見える。そしてその中央には一段と大きく描かれた仏がある。冠の帯を左右に翻す様は威厳さえ感じさせる。華麗な首飾りを身につけたその仏は弥勒菩薩である。なぜ弥勒かってことわかるかというと、ここにあの下に下げてる水瓶があって、水瓶を下げてるんですよね、下に左手で。手に水瓶を持つ弥勒菩薩。玄奘が見たその壁画にはある重要な意味が隠されていました。西大仏の天井には
弥勒菩薩を中心とした兜率天の世界が描かれています。しかしこの壁画は西大仏のものとは全く違います。それには理由があったのです。中心の弥勒を千の仏が囲むという見事な構図の天井壁画。壁画は汚れを洗い来世で千の仏の一つに生まれ変わりたいという信者たちの切なる思いの表れだ。仏教の成熟とともにバーミヤンの人々の間には未来を見据え再生を夢見る考え方が広がっていたのだ。石窟にはさらなる謎がありました。これは珍しい、バーミヤンでもですね、極めてその素晴らしい、その細かくその涅槃の場面が描かれているもので、釈迦が永遠の眠りにつく瞬間を描いた涅槃図。横たわった釈迦の衣の赤い色はかすかに残っていますが、剥落がひどく全体を見ることはできません。中央アジア風の服をまとった人物、右手を頭上に掲げた不思議な仕草は何を意味するのでしょうか。ほとんど原型をとどめない涅槃図の復元作業。作画は日本屈指の仏画の絵師染川英介さんに依頼します。作画の元となるのは調査隊の一員として何度も現地に赴いた名古屋大学教授宮地明さんのスケッチです。しかし肝心の釈迦の顔がありません。釈迦はどんな表情をしていたのでしょうか。アジア各地に点在する涅槃図、今回は構図が似ている敦煌の壁画を参考にします。顔は黒く変色していますが、横たわる釈迦を取り囲む人々が見えます。実際の壁画を撮影した写真を拡大し、輪郭を根気よくなぞっていきます。下絵が出来上がりました。壁画の復元で最も重要なのは色の選定です。釈迦の赤い衣は日本で見つかった同じ石窟の壁画片を参考にします。壁画に残っている顔料から絵の背景にはラピスラズリが使われていることが分かりました。かつてはアフガニスタンでしか産出しなかったラピスラズリは青の原石と呼ばれ、古代の人々にとって憧れの色でした。完成した下絵に決めた色を塗り込んでいきます。まさしく私が1400年前に見た釈迦の涅槃図だ。
さまざまな肌の色の人々が見える。嘆き悲しむ者、驚いて気を失う者、身を投げ出す者、皆釈迦の臨終を悼んでいる。枕辺に立つ二人の女性、右にいるのは天井から駆けつけた釈迦の母マヤブニンである。左上には天馬に惹かれる密心がいる。そして右側には合心、釈迦の頭上に描かれた密心と合心、それは万物を崇めるという宇宙的な宗教観の現れだ。中央アジア風の服を着て右手を頭上にかざしている人物は髪をかきむしり哀悼の意を表している。釈迦の死によって初めてこの世に現れる弥勒菩薩。バーミヤンの人々は同じ石窟に涅槃と弥勒菩薩を描くことで消滅と再生を一体のものと捉えようとしたのだ。この涅槃図があるということは、おそらく地上に玄奘三蔵さんが最後に見られた千尺の大涅槃像の存在と多分深く関係をしているというふうに思います。弥勒菩薩の現世への出現が西大仏という形で具現化されたように、涅槃図の中に眠る仏も地上に作られたはず。前田さんはそう考えています。涅槃像の復元を試みます。まずは現存するタジキスタンの涅槃像をデータに取り込み、全体のフォルムを作り上げていきます。失われてしまっている顔の部分は同じアフガニスタンから出土した菩薩の塑像を参考にします。100メートルの全身は金色に輝いていたと考えられています。壁画の涅槃図が地上に現れました。巨大な伽藍に収められ燦然と輝く釈迦の姿、今まさに永遠の眠りに入ろうとする瞬間は絶妙に荘厳だ。金色に輝く巨大涅槃像、それは今もこの谷のどこかに眠っているといいます。バーミヤン最大の謎を解く鍵は玄奘の記述にありました。王の住む城の東北に西大仏がある。だとすれば王城は西大仏の西南にあったことになります。そしてその王城から東へ 2,3 里のところに涅槃の画像がある。当時の1里はおよそ400メートル、つまり
玄奘は王城の東1200メートルまでのあたりに大涅槃像があったというのです。釈迦である東大仏は現世を表す。それに対して弥勒である西大仏は来世を表す。すなわちこのバーミヤンの谷全体が大きな仏教世界を形成しているのだ。現世と来世の間、釈迦と弥勒の2つの大仏の間にそれらをつなぐ時間の存在、すなわち涅槃があってしかるべき、そう前田さんは言います。涅槃仏は2つの大仏の間に眠っているという仮説、それは玄奘の記述とも一致しています。前田さんのスケッチに基づき、バーミヤン渓谷全体の復元に挑みます。まずは王城の位置を決めます。玄奘の記述に従って、王城から東へおよそ 1.2 キロの場所に涅槃像を配置します。涅槃は東西大仏と同じように顔を南に向けていました。頭は浄土の方向、西向きです。玄奘三蔵が見たバーミヤンの谷が今よみがえります。大磨崖の東の端には東大仏、東大仏と対照的に位置する西大仏、そして東西2つの大仏のほぼ中央に位置する先の王の伽藍の前には300メートルの涅槃像が巨体を横たえている。見よ、バーミヤンの渓谷に美しく映し出された地上の曼荼羅を。仏教の聖地ガンダーラが衰退の一途をたどっていた7世紀、浄土を再生したいという強い思いを抱いた人々は未来の方向である西方の地に新たな都を作り上げていた。仏像の巨大さは繁栄と平和を願う人々の祈りの深さを表すものだ。1400年前に私が訪れた理想郷バーミヤン、光り輝く土地という名の通り、夕日に照らされたその姿はまさしく黄金の都であった。即使圣像古迹惊毁，人心亦不会亡，因为现在被毁事物还会重新萌芽，你看是不是？
یکاستا شوارش است تو پایین یکاستا زنش است دو تا استوکش هم در بین اردو قرار گرفته در بین اردو تایی بود که در وطن ما بود دیگه که کلی فامیلی سعی میکرد زیر در بسته با میان دودانو بود داشتیم دیگه بود بود دیگه کلی این بود که ما که پیسه داشته باشم از جان خودم میتونم که جور کنم شه ولی دیگه حالی که نهاره ما نهی بالا اکس خریده میگیره سلام علیکم خوب هستی گذارم تشکر